まさかゲームでもサバイバル生活ができんのとは思いませんでしたけども、うん、うん、何すんのここで。どうした、ちょっと緊張してる、ちょっと今ちょっと噛んだな。こんな調子で始まった良い子のマイクラでサバイバル生活、初心者だったおっさん2人も皆さんのアドバイスのおかげでたくましく成長していきました。うわ、塔作るの楽しい。ほんまか。これがマイクラや。マイクラ生活スタートから早3ヶ月。よっしゃ、レッドストーン取ったろー。浜口さん、有野さん、それぞれの個性を爆発させながら笑いあり涙ありのマイクラの世界を生き抜いてきました。俺やそれ。そんなサバイバル生活も今回でフィナーレ、最後の大冒険に向かいます。なくされたあのマサルの秘宝を探そうと思うんやけど、お宝ね、うん、お宝探しに行こうか。じゃあ探しましょう。はい、わかりました。それは第3話でのこと。どこか分かれへん、完全に迷った。迷子になってしまった浜口さん、仕方なく、せやな、チェスト作ってゲームオーバーしようか。さよなら。悲しいな。持ち物をチェストにしまい腹をくくります。さよなら。あ、死んだ。この時の遺品がずっと気になっていたみたいです。一回じゃあ写真見た方がいいんじゃないの。まずはあの日の遺影から手がかりを探します。さよなら言ってたやつや、最初の方のやつじゃない。あ、じゃあ右下や、右下、これか。うん、それだ、これや。ヒント、これ。いや、景色全然映ってへんやんけ。そしてもう一枚。うわー、右上になんかあるな、山かなんか。孤島みたいなのが白、真っ白の孤島があるね。孤島なのか、近づいたらこう湾になってるかもしれんで。その2枚だけですか。うん、思い出は。嘘やろ、もうちょい高いところで撮ってなかったか。撮ってないのよ、ヒントが薄いな。唯一の手がかり、黄色い花が咲いていたっていうね。それだけ。匿名係でも2週はかかりそうなヒント皆無の難事件に二手に分かれて挑みます。第一からうろうろしてて、うん、やから第一のとこ一回戻るかやな。あれ見つかった。いや、なんかこんなんなかったっけなと思って。ちゃうかな。黄色い花咲いてるわ。え、枯れてたっけ葉っぱ。枯れてないか。なんかぽいとこいっぱいあんな。闇雲に探すにはあまりにも広大なマイクラの世界、どこもかしこもぽい感じに見えてしまいます。長期戦を覚悟した二人でしたが、ここで有野さんに動きが。あ、え、何これ。なんかお前すげえとこ見つけてるやん。どこや、ここ。なんかお前お屋敷あるやんかいな。どこ行ってんねん。どこ、これ。お屋敷あるやん。遺品回収よりも興味を引かれるお屋敷を発見。目印に塔を作ります。お前すげえな、塔作るのめちゃくちゃうまいな。それだけでは飽き足らず、お屋敷を訪問することに。わあ、でっかいな。何これ、作ってみたい。おしゃれハウスちゃうそれ、山の。すげえ売れっ子なんじゃない。何これ、入り口ないで。何これ、うわぁ、おぉ、うわ、温泉か。流れてる。あ、流れてるやん。流れてる。下水かもよ。いやだ。勝手に通路作ってええかな。あ、なんかあった。それどこや、なんか目印あんのか。俺の方にから遠い。近いと思うな。なんや、お、チェストあるやん。紫の斧や。
鉄の斧の、なんで紫色の、いやもらったあかんか、ええよええよもらったけもらったけ。さらに調査を進めてみます。高い、わあでかい、おおすごいな、なんか声聞こえる、何やらうなり声が。恐る恐る進めると、なんかこの辺ちゃうか、あびっくりした、花やった近いか、あ、なに、あ、やられた、やられたやんかいな、なんかいっぱい持ってたのに、ビンデーターに倒された。背後から謎の村人、ビンディケーターに襲われてしまった有馬さん。やられたやんかいな。お屋敷から失敬したものも含め、全てのアイテムを失いました。よう考えたら俺行ったことないから全然わからんねんけどでも俺も覚えはないで、あの時生きんのに無我夢中やったから無我夢中に生きたあの頃の淡い記憶を頼りに、マサルの秘宝を探す浜口さん。あ、スイカや。これスイカちゃうか、四角いスイカ。切っちゃえ、スパーンと切れんの。スイカや、ええなスイカ。俺スイカや。へえ、スイカあれなんかしてないよね俺。してないね。言うよな。一方の有野さん、今度はなぜか地下の洞窟を探検中。あ、マグマ。それ何やってね今。え、探検してる。え、モンサロの標を探さんかいな。あ、そうか。叱られた有野さん、しぶしぶ秘宝探しを再開。あんな浮かんでるのあった？なっと見たことないな。何やあれ、ラピュタみたいなやつ、ラピュタや。そんなとこに俺の宝はないぞこんなとこちゃうな、全くちゃうな。というでも今更帰られへんしな、どこにも。どこに行ってんねや秘宝があるのは写真によると海辺。そこで有野さんは、イエイエイ、スイスイノーストレス。何してんねん。ボート作った。海を素早く移動できるボートを作成。捜索範囲が一気に広がりました。どう、でも海沿いでしょ、水沿いでしょ、こんなにでも行ってないよな。先代はね、未来を夢見入水を果たしたみたいよ。いにしえの言い伝え。あ、そうっすか。うん。ちょっと何を言ってるかわからない名言っぽいのを右から左へと受け流し、海上からの捜索を続けますが、徐々に景色は変わっていき。やばいな、何これ。違う国に来た。え？木がでかい。木の種類が全然違う。これはもう絶対違う。拠点からだいぶ離れた場所まで来てしまったようです。見つかれへんし合流もできへんよ。異国情緒に絶望する有野さん、ある決心を固めました。もう有野さん、やられに入りますよ。どういうことや。もうみんなを探すのに疲れましたまさかこの最終回に本当に就活をするのか遺品探しのはずが、自ら遺品整理をする羽目に。それっぽい音楽が流れる中、じゃあ拠点に戻りますねワープダイブ、さよなら有野。うわー復活ゲームのスタート地点にカムバック。アイテムゼロ、丸腰の状態なので、あった塔を目印に拠点へと戻ることにしたのですが、あ、違う塔だ誰がこんなとこ作ったお前やろ、紛らわしい。お前が似たもんばっか作ってるからお前わけわからんなんで、ここやと思ったんやけ。頼りにならない相棒を尻目に、浜口さん自力で探索を続けます。よかった、ここから落ちた。で、水があって、
って草間弥生や草間弥生ではないねんけど久本さん買いに来るかもしれんと久本さん好きやけど気がつけば捜索開始から1時間夜を迎えてもなおベッド一つない有野さん寝られへんかったらもうやばいやんけ全然見えへんぞ今つまり濱口さんも寝られません間が全然見えへんもうちょっと夜怖いからじっとしてるでポケットにも手にも何にも持ってないから何にもできへんよ創造心と崇められた時期が懐かしいな何にもないやんかい何にもできへんわ今ようやく夜が明けて活動再開するとあれあれのなんか近いかもよこれ何にあんな風の島があんねん、あれちょっと豚殺すわ本当にマサルの秘宝は近いのでしょうか俺あったあったここやあったどこあったここやここどこここジャンプしてる今どこそれここどこそれうわーなんで浮いてるなんか浮いてる島の近くやこれうわそれさっき見てたやん俺どこやねん浮いてる島の飛行石がさっき見てたやんそれラピュタがあるところそう実はここ割と序盤に有野さんが通っていた場所でしたあんな浮かんでるのあった？なっと見たことないな何やあれラピュタみたいなやつあれちゃうな有野さん濱口さんが待つチェストの場所へ向かいますあキノコあったよそれ通ったそこ通った通ったどうや通ったちょっとちゃうけどあ違うのもうちょいちゃうかもうちょいそれ抜けたらうわ抜けられへん海の方に来いなんかツルハシですとかないんか何もないあんなにいっぱい持ったけど今何にも持てない道具に頼ったからもう手も弱いもん結局相棒との合流を諦め拠点へじゃもう夜やから寝ようぜもう早う待ちくたびれだわやだわ道具がないってやだわ道具ない途端にもう緊張感のあるゲームに変わるね寝ますよ一回寝ろとりあえずよし一旦ブレイクようやく道具を調達して濱口さんの元に向かいます地図あったらもう地図見てきた方がいいんちゃうかよし向かいますよ早く来いよあおったそこか緑のところかそうや今がちょっとお前スイカ食っとくぞ夏やしシャク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 ええなめっちゃスイカ食ってるで早く来いよ普段は頼れる有野さんですが人間ダメな日はとことんダメであ捨てもった地図捨てた嘘やわ危ない危なかった間もなくやそしてようやくその浮いてる島の向こうやろ俺あおるやんかいなあ後ろかおーっとおったおめん何殴っとんねんおっとおったやっと会えたのによっしゃこれや俺の失われたマサルの宝ちょっと写真撮ろうかうんここや上向きすぎじゃないあ来たカメラ目線はいチーズよしよし見ようか見てみよう開けるぞどうはい行くぞ何バカン何うんキノコと生の羊肉と白ウール、うん、砂サトウキビ2つ棒土種サトウキビ切ったスイカ
スイカまた持ってるわ。ごっつしょうもないな。なんなんこれ。なんやねん、これを期待してたのか。これは失ってもよかったんじゃない。切ったスイカをスイカ食べながら待ってたでよ。じゃあその頃にはスイカ知ってたんや。スイカ知ってたよ。こっちでスイカすげえ喜んでたのに。そうそう、この頃知ってた。こんなのを大事にしてたのか。こんなの後世に繋いだよ。次じゃあ深夜のチェスト探しに行こうか。永遠に終われへんで。深夜のチェストすげえのいっぱい入ってんねん。そうやろ。うん。あ、来た管理人、良い子のお二人、サバイバル生活終了です。いやお疲れした。お疲れした。あ、終わった。あ、終わった終わった。最後まさか創造神がな、物を全てなくすとは思えへんかったな。何にもできんなってた。こんなに緊張感のあるゲームやと思えへん。なんか印象残ってることありますか。ジェットコースターかな。いや、あれでもほんますごいな。高いところから降りてたやん、うん、あれってあの下にはブロックを積み重ねられへんから、うん、上に上がるんですよ、うんうん、最初の拠点の高さのところをメモっといて、こうメモっといて。すごいな。でそれ見ながら地図で下からガーッて上がってって、こうそこのところにちょうどできた時にもうすげえ気持ちいい。ピタッて合う。ピタッて合うの。俺はな、多分作るのも向いてないやろうな。土掘ったり、うん、あの穴埋めたりとか、うん、そういうのが好きみたい。木切ったりとか。クラフトせえへんねん。下まで行ってダイヤを見つけるまで帰れへんぞって言って、ずっと奥まで。ああ、そうか、うん、で見つけて写真撮ってそれをツイッターにアップすんねんけど、うん、だいたい言われてたのが、いつも浜口死にかけてるって。いや、ライフほんまに最後の1個の半分やねん。あ、ハートがこれで、うん、あ、ダイヤを取りに行くんすげえとか言われてるのがすげえ印象的やったな。そうか。あとツイッター要件、うん、返事をいただいてましたよ。はいはい。みんなもう一回やってほしいなっていうのが多いですね、うん、ほんま、うん、いや俺らはやりたいよ。面白い。次やるとしたら何するよ。もう暗黒面行ってそのボスを倒したりとか、だからさっきの俺言ってた森の洋館もね。そうやね。場所どこにあるか全然わからない。あと深夜のチェストも探して。深夜のチェスト。そうやな。